はい、本日は佐賀駅に来ています。今日は西九州新幹線の真の並行在来線ということで、佐世保大村線経由で佐賀から長崎に向かっていきたいと思います。今年9月に控える西九州新幹線の開業と同時に、長崎本線は並行在来線として上下分離方式での運営に変わります。今回の経営分離は長崎本線ですが、実際に本当の意味で並行しているのは佐世保大村線ということで、今回はそちらを使って長崎に向かいます。まず最初に乗車するのは特急ハウステンボス3号のハウステンボス行きです。これによって武雄温泉駅まで向かいたいと思います。やってきたのは783系ハイパーサルーンです。本来であれば後ろより4両は緑用の編成が使われるのですが、なぜか通常の仕様の編成でやってまいりました。これはダイソーなんでしょうか。今回ハウステンボス用の編成を選んだんですが、緑の方を選んでも良かったかもしれないですね。この先肥前山口、武雄温泉、有田、排気の順に停車します。今回自由席を選んだんですけれども、非常に混雑したので車内の状態はお届けできないのがちょっと残念なところですね。はい、佐賀県内結構電源自体が広がっています。はい、列車は間もなく肥前山口の駅に到着します。この駅から先長崎本線は肥前鹿島経由で諫早方面を目指します。今回は佐世保大村線を経由するということで、途中の排気までは内陸側を、排気からは大村湾を沿って諫早を目指していきます。はい、というわけで長崎本線と分かれていきます。この先諫早まではしばらくお別れとなります。783系ハイパーサルーンの最高時速は130キロになっています。しかし佐世保線の最高時速は95キロということで、性能を持て余す結果になっています。はい、武雄温泉の駅に到着しました。やはり見間違いではなかったようですね。後ろより4両ハイパーサルーンのブロックパターンの塗装が特徴的な稼働用の車両ですね。なかなかお目にかからないような感じのダイソーにはなりましたが、発車していきました。いや、これはこれでちょっと乗ってみたかったなという感じはありますが、ここで見送っていきたいと思います。はい、というわけでハウステンボス緑3号は発車していきました。武雄温泉駅で降りた目的というのが西九州新幹線の始発駅になるからということですね。今回は並行在来線を見ていくだけでなく、西九州新幹線の開業前の進捗を見ていきたいなと思います。手前側のホームが10番線リレー特急やハウステンボ佐世保方面の特急が発着するホームになりそうです。そして11番線が新たに開業する新幹線のホームとなるようです。本来であれば博多から長崎までというのは1本で行き来できたんですけれども、今回の西九州新幹線の開業によってここを武雄温泉での乗り継ぎが必要になるという形になります。対面接続が残念な理由で復活してしまう。博多までつながるのは何年後になるのでしょうか。気になったのが在来線ホームです。2番乗り場は2番乗り場とちゃんとついてるんですが、3番乗り場には番号が振られてないんですよね。で、反対側が10番乗り場ということは、柵ができているあたり、このホームは在来線としては使わないのでしょうか。武雄温泉駅の駅名表になります。なぜか伏せられてる状態です。隣の駅開けてもいいような気がするんですけれども、はい、階段を降りていこうと思います。で、改札に向かう階段なんですけれども、すでに全部西九州新幹線かもめデビューというポスターが貼ってある状態です。 IC カードが使用できないとなっています。そして有人改札、はい、改札の外出てきたんですけれども、やはり改札自動改札でないというのは新幹線の駅としてちょっとどうなのかなと思います。新幹線の改札があるのはこちら南口の御船山口と書いてありますね。そして西九州新幹線リレー特急乗り場と書いてあります。さすがというべきだと思うんですけれども、もう開業が目前だからか構築類はほとんど完成している状態のようですね。ここから武雄温泉駅新幹線の連絡がついにできるという感じになっているようです。そして御船山口への連絡ルートはこちらということなのでしょうか。どうやら駅の中ちょっとだけ覗けるようになっているようですね。エスカレーターが並んでいます。そして券売機や切符売り場などもここにあるようです。どうやらリレー特急と新幹線は一律で同じ改札を使うようですね。というわけで武雄温泉駅の入り口までやってまいりました。こちらが新しい御船山口となるようです。いや、非常に美しい駅舎ですね。一方で在来線側の楼門口、こちらも西九州新幹線開業後は全く変化がなくそのまま使われるようです。さて、ここからは普通列車の排気行きに乗って大村線と接続する排気を目指したいと思います。それでは佐世保線の普通列車排気行きは武雄温泉を出発しました。途中全ての駅に停まります。武雄温泉駅を出ると佐世保線の線路はそのまま西側を進んでいくのに対して、西九州新幹線はしばらく並走した後に南下して嬉野温泉方面へ向かっていきます。嬉野温泉はそもそも鉄道でのアクセスが困難な場所だっただけに、この開業は結構楽しみだったりします。ドアすぐ脇の補助席に座っているんですけれども、こうやって前を見ることも可能になっています。ただし前面展望、もうちょっと座高が高くないと綺麗には見えないです。優先席側にもついています。こういったタイプの補助席は結構レアなんじゃないでしょうか。
佐世保線内は単線になっているので、このような行き違いを行う光景が見られます。現在特急通過駅の上有田駅に停車中です。この列車は緑カズテンボス14号として、佐世保カズテンボスから中田に向かう列車になります。783系ハイパーソリューの8両編成でした。列車は西有田信号所までやってまいりました。こちらは佐賀県と長崎県のほぼほぼ県境に存在する信号所となっています。一見一線する構造にも見えますが、実はこちら完全な左側通行となっていまして、今回のように列車の行き違いがない場合でも左側を確実に通行するようになっています。進行方向三出川から佐世保線の佐世保方面からやってくる線路が見えてまいりました。列車はもなく終点の廃棄に到着です。佐世保線の運行系統はだいたいこちらの廃棄駅で分断されていまして、普通列車同士はここで乗り継ぐことが必要になります。 YC1 系の佐世保行きシーサイドライナー区間快速の列車ですね。この列車に乗ることで佐世保方面に移動することが可能となります。 YC1 系は2020年3月のダイヤ改正で運行開始したシリーズハイブリッド方式の機動車になります。この形式の登場で長崎地区の機動車は全てこの形式に統一されました。博多からの特急ハウステンボス9号ハウステンボス行きおよび緑9号の佐世保行きがやってまいりました。せっかくなのでこの駅で見られる恒例行事を紹介したいと思います。こちらのハウステンボス緑号はこの廃棄駅で切り離しおよび連結を行います。今回の場合は下り列車なので切り離しですね。ハウステンボス号が先に出発していきます。ハウステンボス号はここから一駅だけ大村線内を走るわけですが、ここから先はワンマン運転になります。一方緑号も単独で佐世保を目指します。走行しているうちに乗車予定の区間快速シーサイドライナー長崎行きがやってまいりました。今回はこちらの列車に乗って大村線経由で長崎に向かいたいと思います。はい、それでは区間快速シーサイドライナー長崎行きは佐伯行きを出発します。途中停車駅は大村線竹松までの各駅と大村、諫早、菊津、浦上です。最近の水戸岡デザイン、なんと床面に QR コードが貼られています。もちろんこれは読み取ることができません。なんだか意味がわからないんですけれども、この配置は一体何か意味があるのでしょうか。ホテルオークラ JR ハウステンボスの建物が見えてきました。列車はまもなくハウステンボスの駅に到着です。なんだか京葉線の車窓から見えるディズニーランドホテルを見た時と同じ感覚に陥りますね。大村線は大村湾の東側を南北に走る路線となっていまして、大半の区間で大村湾を眺めながら走ることになります。また大村湾の反対側は山岳地帯が広がっているということもあり、海と山の両方に囲まれた路線であることがよくわかると思います。そして何より非電化単線、これは乗っていて非常に楽しいです。この佐世保線竹尾温泉駅で分かれたはずの西九州新幹線の線路が見えてまいりました。竹尾温泉を出てから嬉野温泉を経由して新大村駅に至る形となっていますが、冷静に考えてみると長崎本線の経由と全く被ってないんですよね。実際は大半の区間で佐世保線大村線と並走しています。走行しているうちに西九州新幹線大村車両基地が見えてまいりました。駅名法がありませんが在来線側の新駅も完成しているようです。西九州新幹線に使われるかもめ用の N700S は現在2編成が搬入されているので、留置されている状態が見れたらいいなと思っていましたが、留置されている姿は案の定見ることができませんでした。列車は竹松の駅に到着です。ここから先は快速運転をしていきます。西九州新幹線新大村駅が見えてまいりました。この駅は大村線側にもホームが新設されました。この駅で大村線と西九州新幹線乗り換えが可能な形となっています。いや、ここを考えると並行在来線は大村線な気がしますね。西九州新幹線の暫定開業区間として武雄温泉長崎間が開業すると、並行在来線としては長崎本線が上下分離方式となります。しかしこの関係で見ていくと長崎本線側はほとんど恩恵も得られず、また鉄道の施設は長崎佐賀の両県が保有することになることから、両県の負担が大きく増えることが懸念されます。本当にこれで良かったのかなとは若干感じますが、まあこれなら佐賀県もこねるのもなんとなく納得な気がしますね。はい、というわけで諫早駅の手前で長崎本線の線路と合流する形となります。列車は間もなく諫早に到着です。諫早の駅に到着です。この駅で大村線の乗り通しが完了したことになります。ここから先は長崎本線に入っていきます。この駅で特急かもめ21号の待ち合わせを行うようです。この駅にも新幹線の駅が設置されるので、
西九州新幹線と並走するのは諫早長崎間のたった一駅のみとなります。反対側一番乗り場に博多からの特急かもめ21号がやってまいりました。こちらは885系白いかもめの6両編成です。もともとソニックで使われていた二次車のようですね。西九州新幹線の開業が今年9月に迫る中、こうして特急かもめとして885系が諫早駅に乗り入れてくる光景もあとわずかで見納め、非常に寂しいものです。列車は間もなく村上の駅に到着です。この駅は2020年3月に長崎本線立体交差化事業によってこの開化された駅となっています。またこの隣の長崎駅も同様の理由で駅舎が高架化されています。長崎駅の手前で留置線が見えてきます。私が直接見たわけではないんですけれども、前に私の好きな鉄道系 YouTuber の方が長崎駅を紹介された際に、この駅に広大な留置線が地上駅時代にもあることを紹介していました。現在高架化工事が行われた今でも移転して営業を行っているようです。はい、列車の終点長崎に到着です。高架化で近代的な駅舎になったような気がします。長崎駅の南側には車止めがついています。正真正銘長崎本線の終点ということになりますね。新幹線のホームも隣接していることがわかります。在来線と新幹線がほぼ並んで停車するようになるようですね。はい、というわけで階段を置いて改札の方に向かいたいと思います。こちらの長崎駅、2020年3月に高架化されたばかりということもあって、案内類すべてピカピカになっています。照明類も明るくて非常にいい印象を受けますね。もちろん地上駅舎にも趣があって、時代を乗り越えてきたという証が残っている感じがして素敵なんですけれども、こうやってピカピカな状態の駅を見ることができるというのも非常にいい感じかなと思います。西九州新幹線開業間近ということで N700S の座席のモックアップも展示されていました。すでに利用者が見えるところにも所々西九州新幹線のサイン類表示が拝めるようになっています。券売機なんかももうスタンバイしてある状態のようですね。これは本当に開業が楽しみですね。長崎駅の外に出てみると、このように新しく生まれ変わる長崎駅のイメージが展示されています。はい、本日はここまでとなります。この動画が面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、つまらないと感じた方は遠慮なく低評価を押してください。それでは次回の動画でお会いしましょう。